はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第144回でございます。で、いろいろ突っ込みたいと思うんですけど、ひとまずテーマがハイチの恋愛黒歴史です。はい。いや、そんな黒くないよ。先にフォロー入れちゃうけど。で、あとはたまにはこんな回もっていうのと、マーカーペンがっていう感じで喋っていきます。で、まあ予想がね、つく方も多いと思いますが、今回は緩い回です。まあたまにはこんな回もいいかなと、真面目な話とかね、勉強から離れて。そう。で、なんでこんなカラフルになってるかっていうと、マーカーペンがね、なかったんです、黒が。で、ちょっと出していいかな。あのね、自分、このプレイカラーっていう、このシリーズのマーカーペンがすごい好きで、結構ね、全部じゃないんですけど、こうやって何色もいっぱい使ってるんですけど、で、その黒がね、2本ぐらいストックしてたんですけど、ないんです、今。で、なんでかっていうと、このマーカーペン、うち3歳の息子がですね、好きなんですよ。で、なんで好きかっていうと、一つ一つの色、例えばピンクやったら、あの、新幹線が大好きなんだけど、息子。ピンクだったら、これ小町らしいんですよ。そう。で、一個一個ね、新幹線に置き換えて遊ぶんですね。で、よく貸してるんですが、貸したらね、黒がね、どっか行ったんですよ。で、いつも前日とかにダラダラジオ撮ることが多いんですが、今日ね、ちょっとスケジュール上、日曜の今午前に撮っていて、そう、買い行く暇がないんですよ。間に合わなくって撮影が。だから、ちょっと申し訳ない。つうことで、手持ちのね、ちょっとカラフルなやつを使ったので、こんな感じです。次回から普通に戻ります、ちゃんと。で、あとは、なんでこんな回か、ね、まあタイトル、恋愛の話をね、今回するんですけど、まあたまにはいいかなっていうところと、結構、恋愛の相談もいただくんです。勉強以外でも。だから、まあそこにね、個人的に返す方もいらっしゃるんですが、まあこんな恋愛してきたよ、こんな風に思ってるよ、っていうのを、まあ、参考にはさらさらならないんですが。まあ、よかったら聞いてやってください。で、勉強の話は入ってきませんので、興味ない方はここでブラウザバックよろしくお願いします。じゃ、ゆるく、行かせていただきます。で、今回は、俺も31なんで、31年話しても長いから、まあ、後半はね、ほぼもう奥さんとの話になっちゃうし、だから学生の時の話を、まあ、ざっくりいこうかなと。で、初恋から話そうと思ったんだけど、初恋の定義って難しくないですか？みんな初恋って言われたら、パって出てくる。なんかさ、いや、幼稚園の時もいたよ、好きな子。多分ね、好きな女の子いたんやけど、なんかね、別にエピソードもないし、で、小学校もなぁと思って。で、俺初めて人と付き合ったの高1なんですよ。そう、中学校の時もないので、そう、だからどっから行くかなと思ったんだけど、まあ、ひとまず、人生3回モテ期がある。4回っておっしゃる方もいるけどね。まあ自分3回だと思ってて、まあ使い切ってるんです。で、どこで使ったかっていうと、小2、高1。で、社会人の塾講師の時。まあ多分この3回だと思います。本当に表になる方に比べたら全然モテてないんですけど、自分の人生の中ではその時がモテてた、その3回がね。で、そんな時もあったんだけど、ひとまず、小学校の時はもう付き合うとかじゃなくって、なんか両思いになったらハッピーみたいな感じ。うん。まあ、ほとんどなかったんだけど。ほとんどなかったけどね。そう。まあ、遊びに夢中だったしね。そうそうそう。まあ、そんなモテる子でもなかったんで。っていう小学校時代を過ごしました。でも、わりかしね、結構学級委員長とか、がやるタイプで好きで、そういうのは。だから多分、小5小6だったっけな。は、委員長やってた気がする。どっちかだけが、ちょっともう記憶いないっていうね。そう、まあ委員長とか結構やりたがるタイプの、人間でした。で、これがね、中学入るとガラッと変わるんですけど、まあね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、自分中2中、まあ中1の後半、終わりぐらいから、まあ中3卒業までいじめちょっと受けてって、いじめというかね、まあ受けてて、そうそう、まあそれがあったから、まあ太ったんだよね。もともと肉付きは良かったんですけど、小学校の時。ただ、本当に太ってしまって、そう、で、まあ、陰口でかね、いろいろ言われるみたいな。だからさ、まあ恋愛なんかね、付き合えるわけがないわけですよ。でも、まあ人は好きになるじゃないですか、それに。でね、よくやったと思うんですよ。で、嫌われてるっていう意識もあったし、陰口もね、いっぱい言われてたけど、なのにね、普通に告ってたからね、あの時。で、もちろん全敗ですわ。こっちは中学の時。そう、全敗。そう、全部振られるっていう。そう、っていう感じの中学校時代を過ごしてて、で、これね、なかなか信じてもらえないんですけど、まあ、中学卒業してね、その、ストレスから解放されるじゃんか。自分男子校に行ったから、その、いじめというか、陰口のスタートが女子からだったからさ、
もともと共学に行きたかったんだけど、一個下げたのね。ちょっと女子がいないところに行きたいと思って。で、下げて行ったんですよ。で、それから解放されたっていう意識もあったのか、中学校3年生の春休みって卒業式が早いんで、約1ヶ月ぐらい。ちょっと長いじゃないですか、春休みが。で、そこの1ヶ月で、本当に何もしなかったんですよ。別にダイエットとかしたわけじゃないんですけど、身長がね、あの1ヶ月で3、4センチぐらい伸びて、そう。で、体重がね、10ぐらい落ちたんですよ。だから、高校入った時、中学校の卒業生とか会うと気づかれないこととかあった、普通に。まあもちろん、卒業したから高校入るまでに眉毛もいじったし、ただ、あのね、染めるとかは禁止だったから、うちの高校は。髪の毛染めたりはしないけど、まあワックスつけたりとか、ちょっと色気づいてたからさ。そう。で、それでも変わったってのはあったんですけど、そう。で、なって、で、高1でモテ期が来ると。そう。で、まあ、高一でね、まあ、男子校は出会いがないので、頑張って出会いを作るわけですよ。そう、友達に紹介してもらったりとかしてね。で、高一の時初めて人と付き合ったんですけど、その時ね、今回あれですよ、ほんとザックバラに話しますからね、ドン引きしないでね、ほんとに。まあ、ドン引きされてもいいですけど。天然の子が好きで、その時。そう。いや、ほんとにね、女性を知らなかったんですよ。誰とも付き合ったことなかったし、なんか天然の子って可愛いな、みたいな。に思ってて、で、その最初に付き合った子が本当ド天然の子だったの。だけど会話がね、なんかうまく噛み合わないんですわ。そう。で、結構わりかし3ヶ月ぐらいで別れてしまって、で、その後にまた次ね、次また彼女ができたんですけど、で、その彼女はね、そう、まあ怒涛の恋愛でちょっとね、ちょっと見た目が、ちょっとギャル系だったんですよ。ギャルでもないですけど、まあ、少し、少しね。だけど、中身超、なんだろう、ピュアっていうか、すごい素直な子で、そこのギャップに惹かれて付き合ってて、で、割かしね、割かしって言ってほしい。おかしいけど、まあ、好きだったんですよね。結構、もうがっつり、そう、好きで、チャリ通だったんですけど、チャリ通学してて高校。で、俺家からチャリ、高校までが約ま25から30分ぐらいチャリ通ってて。で、当時のその彼女は高校近かったんですよ。うちの高校と彼女の高校が、チャリでまあ5分から10分ぐらいずっと、行ける距離と。で、彼女の家、彼女もチャリ通だったんですけど、が、20分ぐらいかな、高校から。でも、正反対だったの、方向が。全く違う方向で。でも、なんか普通に、まあ一緒にいるのが楽しかったし、で、俺バイトとか部活もやってなかったから、高校の時。まあバイトは禁止だったけど。で、普通にチャリで彼女を送って家まで。で、帰ってくる。だから彼女の家から家、うちまでチャリだと1時間かかるんだけど、そういうの普通にしてるような、そう、生活を送って、まあ楽しく恋愛してたわけですよ。で、ここがね、結構恋愛の中で一個の転機になってるんですけど、自分の中では。結論から言うと振られたんです。1年記念日に。1年記念日だったかな ?1 日2日ずれたかもしれないけど、ほぼ1年記念日に、高校に、携帯を持ってっちゃいけなかったんですよ。うち。いけなかったんですけど、持ってってて、俺。で、今でも忘れないの。あのね、7時間目の授業の時に自習だったんだよ。で、結構、その時もテスト終わった後かなんかで、みんなもう、結構ね、先生もいなかったから、なぜか、自習館の時いなかったんで、みんな話してて、普通に。そう。で、まだ高1だったしね、受験とか意識もないからさ。その時にさ、こう、携帯をパッて見たんだよね。パッて見たらメールが来てて、その彼女から。そう、別れてっていう。まあ、書いてやって。もう、時が止まるっていう。そう。で、しかもね、その前日とか前々日ぐらいまで、普通にメールで好きとか言ってくれてたんだよね。そう。だけど、突然振られると。で、まあ、いろいろその後話、直接会って話もしたんだけど、まあ、結局もちろんね、ひっくり返すことはできなくって、別れたっていう流れがあるわけで、で、なんでそれが転機かっていうと、振り返った時に、俺ね、相当ね、好き勝手やつだと思うの。その彼女に対して。別にあれで浮気してたとかじゃなくって、うん、彼女よりも違うことを優先してたし、確実に遊びとか。だから、すごい我慢をさせてたんだなっていうのを、わかんない。勝手な解釈だよ、俺の。思って、そっから恋愛のやり方、仕方をすごく変えたんです。もうひとまず相手のためにしよう、みたいな。それは今でもそうなんですけど、変わらず。そう。まあ、尽くすっていうふうには思ってない。尽くすとは違うんだけど、ちゃんと思いやりを持って、ね、人と接するというか、恋愛にしてもそうなんですけど、していこうって思った、っていうことがある。すごい。
だから本当にね、あの恋愛は辛かったですけど、振られたっていうのはもちろん辛かったけど、良かったなと思います。今振り返れば、あの恋愛がなかったら今でもダメな恋愛してると思うもん俺。なんかね、女性に我慢をさせてって。で、あそこからいろいろいろんなことがあって、それからね考えてって、基本的に男子女子、男性女性ってのは対等であるべきだという意見に今自分は落ち着いてて、まあ、そこに至ったのもあの恋愛があったからなのかなと、うん、すごく思いますね、ほんと。で、振られ、で、その後に、また付き合ったんですね。付き合って、で、その彼女が結構悪口長かったのかな？うん、長かったんですけど。で、そこがね、まあ、結構な黒歴史という、黒歴史っていうか、いや、黒じゃないね。恥ずかしい歴史なんですけど、なんかさ、いや、これ、どうなん、今の子とかさ、そんなことないのかな？俺、結構な恋愛体質だと思うんですよ、自分でも。そう。恋愛にこう、どっぷり使っちゃうタイプなんですけど。で、その時の彼女が、あのね、その次の彼女が、お父さんがもう亡くなってて、他界されてて、で、お母さんだけでね、育ててる家庭だったんですけど、すごいお母さんにも、ね、あの、兄弟ね、お兄ちゃんとかにもよくしてもらってて、で、まあね、当然ですけど、すごい好きだったわけですよ。で、何が黒いか恥ずかしい歴史かっていうと、その時のメアドね。で、これね、この前、友達とちょっと懐かしく話をしてる時に思い出して、そう、まあ、いっか、もうなんか時効だよなと思って、ネタ、今更ネタだろうと思って、で、今回話してるんですけど、もうメアドですね。まあみんなこう、設定するじゃないですか、メアド。で、いろいろあると思うんですけど、普通に読んだらね、アルファベットが羅列してるだけなの。何の意味もなさないんですけど、逆から読むと、逆からローマ字をこう読むと、なんだろう、その彼女当時の名前があって、その子、なんだっけな、その子大好きか愛してるか忘れちゃったけど、っていうメアドになるっていうのをしてた、ずっと。でね、それ恥ずかしくなかったんだよね、当時全然。そう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 、もう痛いよ。クソ痛いんですけど、でもそんな感じで恋愛を楽しんでおったと。そう。で、高校卒業して、そうなんね、高校卒業までその子と付き合ってたんですけど、まあ、こう、まあ遠距離っていうか、遠距離でもないんですけどね、まあ、こう、期間ができてしまったので、大学入って別れて、で、大学は4年間、まあ4年間、まるまる4年間ではないですけど、まあほぼ4年間、大学、同じ大学の人と付き合って、ずっと付き合うっていう流れ。で、終わったよみたいな感じです。最後すげえはしょったんですけど、あのごめんなさい、もう13分話してて、そろそろ飽きるだろうと思ってね、ちょっと最後はしょりましたが、で今回なんでこの話を、したのかっていうと、あの恋愛もらう相談ってね、基本的にはどうしたらいいですかねって、好きな子がいるんです、どうアタックしたらいいですかねっていうのはあんまないんです。でどっちが多いかっていうと、振られてしまったとか、うまくいかなかったって、もう生きる意味がなくなってきましたみたいな、そういう感じの相談が多いのね。で、確かにさっき振られた話もしましたけど、いや、振られた瞬間、付き合ってて振られたもそうだし、付き合う前、告って振られることもそうだけど、いや、もちろんショックだよ。当たり前だよね、それはね。好きなんだから。で、好きな人とね、付き合えなかった、うまくいかなくなった、別れたって。それはね、悲しいことだけど、伝えたかったのは、それで人生終わることなんて絶対ないし、別に。だって女性はその人だけじゃないし、まあ、女性、男性、そうだね、相手がね、女の子だったら男性はその人だけじゃないわけだよ。で、俺もあの振られた時数ヶ月はもう病んでたけど、もうなんか気力ないんだよね、どうしようみたいな、そうなってたけど、でも振り返ったらこうやって笑えるわけじゃないですか、で、もちろん今辛いね、渦中にいるその本人、みんなからしてみれば、いや、将来楽になるとか知らねえよ、みたいな。いや、わかるわかる。そう思われると思って喋ってるけど、でもこうなるんだって。笑って話せんだって。いや、振られたわ、みたいな。で、基本的に自分は恋愛っていうの、まあ、なんか何でもそうなんですけど、恋愛も、一つの成長する糧になってほしいの。それがうまくいこうが、うまくいかなく、失敗しようが。何かしら、ね、こう考えて、今後の自分に生かしてほしい。で、自分はさっきも言ったように、あの、振られた経験っていうのはめちゃくちゃ良かったと思ってて。いや、本当にね、良くないよ。悲しかったけど。でも恋愛の仕方を変えて、思いやりとかそういった面は、あの人に教えてもらったと、すごい思ってる
からさ。だからみんなも、そういった恋愛をしてほしいなと思います。で、もちろん今ね、リア充で彼氏彼女がいる方は、ね、とにかく大切にしてほしいです。その相手のことを。基本的には、やっぱり、相手がどんなに優しい、ね、わがままを聞いてくれるっていうね、相手も、パートナーもいるかもしれないけど、それが永遠に続くわけではないし、自分みたいに、ね、そうやって甘えてて、実はその後で、たまりたまって、バーンって切られることもあるわけです。で、たまりたまって切られた場合、まあ、なんだろう、大方大体の場合が、我慢をさせてるから、復帰はできないです。ごめんと俺変わるからって言ってもなかなか難しいことも多い。なので、ちょっとね、今の自分の、まあ、なんだろう、相手に、パートナーに対する言動とかを見たときに、ちょっと直した方がいいことあるんじゃないかなと思う方は、直していったら、もっとたくさんね、二人で笑い合える恋愛ができるし、幸せになるし、自分も幸せだし、で、相手が幸せになってくれたら、その相手の幸せを見て自分も幸せ感じれるし、さらに。で、それってすごい素敵な恋愛だと思うから、なんかそんな風に、いい恋愛をしてってほしいなと思います。で、もちろんね、今パートナーがいない方にしてみたら、何言ってんだよ、みたいな感じで思うかもしれないけど、それが永遠にパートナーがいないかっていう保証もないし、ね、それは決まってないじゃないですか。未来なんてどうなるかわからないわけだし。だって俺中学の時、あんだけ陰口とか言われてたら、絶対彼女なんかできないと思ったもん。なのに告ってたけど。そう、思ってたけど、ね、まあ、この年じゃ、この年になって、こうやって結婚して、ね、子供も、ね、いるっていう風になってるから、人生どうなるかわかんないので。だから、なんかわかんないですけど、そんなことを伝えたく、今回ね、このテーマで喋らせていただきました。長いありがとうございました。付き合ってもらって。で、最後にね、いつも言ってますが、ちょっとツイッター、一応ね、フォロワーを増やそうキャンペーンを勝手にやっておりますので、もしよかったら、アットマーク、ハイチ、アンダーバー、とある。で、ひらがなでハイチで検索してもらえば一発で出てきます。これ漢字で検索すると多分出てこないので、ひらがなの方で検索はよろしくお願いします。では、今回はハイチのダラダラジオ第144回、ハイチの恋愛黒歴史というテーマで喋らせていただきました。でもそんな黒くなかったでしょ？意外とっておかしい。結構ピュアだ。ちゃんとピュアに恋愛してきてるから。そう。では今回はね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回はですね、まあおそらく真面目なテーマに戻ります。で、たまにこんな感じでゆるい話もね、していこうと思いますので、また次回以降もどうぞお付き合いください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。